僕は片親なんですね、母親だけなんですけれども、自分の父のように兄のように慕っている方がいらっしゃるんですよね。広瀬隆さんです。よろしくお願いします。杉並区民の広瀬隆です。福島から帰ってきました。今ですね、ちょっと時間をいただいたのは、福島大変なことが今起こってます。今日15日にですね、ちょっとお話しさせてください。太郎さんも聞いてください。今日はどういう日かと言いますと、IAEA 国際原子力機関が今郡山に乗り込んで、それでですね、福島県民を殺そうとしてるんです。それで昨日私の講演会を郡山で開いてくれました。ちょうどジュリーさんが6時に荻窪で、沢田研二さんが太郎さんと一緒に大群衆前に話しているちょうどその時刻から講演が始まりました。でその時に私は今同じ時刻で今荻窪で太郎さんと沢田研二さんが話をして大聴衆の前で話をしているはずですと言いました。昨日の郡山大会場が満杯でした。本当に大変なことです。というのは、私はちょっと昨日福島の方たちにお話したことをかいつまんで申し上げますと、 IAEA 国際原子力機関についてはみんな知りません。新聞テレビを見るとみんな IAEA の言ったことの通りに書きます、言います。全部嘘なんです。あの連中は何をしてきたか、歴史を全部話してあげたんです。それは1945年に広島長崎に原爆が投下されてから核実験が行われ、ずっとですね、世界中の人間、おそらく1000万の人が病気になり殺されてきたという歴史をずっと全部実証して話してあげました。それはですね、恐ろしい話ですけれど、みんなよく聞いてくれました。本当に胸の中で涙を流して、そして自分たちが今その流れの中でどういう人間たちを目の前にしているか、その本当に深刻なことをですね、今今日福島の人たちは立ち上がって IAEA 反撃のですね、戦いを今やってるはずなんです。本当に大変なんです。今福島第一の原子炉がまた崩れるかもしれないという中で、あそこに留まっている人たち、子供をどうやって守ろうか、そのIAEA たちが何をしたかというと、要するに被爆隠しをずっとやってきたんです。この犯罪を全部、過去のことを洗い出して全部一人ずつ名前を挙げて証明してあげました。このことはみんな知らないんです。悲しいかな、私69だから知ってます。だけれど、この話は今まさに太郎さんがなぜこの杉並を選んでくれたかという話なんです。それは58年前、1954年に、この杉並の荻窪からちょっと5分ほど行った、現在中央図書館のあるあたり、公民館だと思います。そこでお母さんたちが立ち上がって、原水爆禁止、その運動を起こしてくれたんです。それが全世界に広まっていって、そして大気中の核実験を止めるところまで行ったんです。その地を太郎さんが選んでくれたんです。ここから、全世界を変えようと、それが太郎さんの意気込みだったんです。私たちがそれを受け継がなくてどうしますか。そうでしょう。本当に山下俊一たちがどこから出てきたか、全部その流れから出てきたんです。1950年代にあの核実験をやった連中が言った言葉と全く同じ言葉をあいつら話してるんです。何も一言一句変わりません。その当時の言葉全部聞かせてあげました。福島の人たちにみんな聞いてくれました。だけれど私は先ほどこちらバンドの人が言ってたように、まさに今は一人ということの言葉の意味を太郎さんはおそらく噛み締めて日本に呼びかけてくれたんだろうと思います。私は何人が何万人が集まろうと、それは数数えません。大事なのは皆さん一人一人なんです。いいですか。太郎さんも一人、私も一人です。いいですか。
一人には個性があり、能力があり、体験があって、みんな違うんです。この人たちが知恵を出さなくてどうしますか。今出せるんですよ。それをやっていきましょう。昨日の講演会の最後に、私は6月29日の20万人の首相官邸前のデモのあの映像を流しました。そして福島の皆さん、ごめんなさい、許してください。だけれどこれだけの人が集まってるんです。テレビ新聞には出ないけれど集まってるんです。福島の人たちは孤独じゃありません。私たちに任せてください、守りますから言って約束してきました。太郎さん、必ず守ってくださいね。あの子たちを絶対に守ってくれるのは太郎さんなんです。だから私は太郎さんが好きなんですよ。この人にみんな守ってもらいましょう。だけれどいいですか、さっきのバンドの人が言ったように、この選挙で終わりじゃないんです。私たちは一人ずつこれから行動しましょう。そうですよね。我々は選挙で当選して万歳三唱するためにやってるんじゃないんです。原点は原発を止めることをなくすことです。そうでしょう。まだ原子炉動いてるんです。選挙が終わったって動いてるんです。どうするんですか。これを止めるまで絶対やっていきましょう。太郎さん、お願いします。